ラバーターの肖像、アウグストフリードリヒエーレン・ハインツによる、ヨハン・カスパー・ラバーターは、スイスの改革派の牧師であり、啓蒙期の思想家、著作家である、近代感想学の祖として知られている、1741年、チューリヒの医者の息子として生まれる。まず、ドイツ語学校に、ツイデラテン語学校、1754年よりコレギウム、フマニタシスに通い、 1756年から1762年までは、コレギウムカロリヌムで、ヨハン・ヤコブ・ボドマーとヨハン・ヤコブ・ブライティンガーの教えを受ける。1762年牧師に認職される。同年、学友でのちに、著名な画家となるヨハン・ハインリヒ・フュースリーと共に、前任のラントフォークとフェリックス・グレーベルの不正を書面で告発した。1763年、フュースリーと共に、 北、ドイツへの収容旅行を企て、スウェーデンポメラニアのバースにて、啓蒙期の改革派の進学者、ヨハン・ヨアヒム・シュパルディングの下で生殖のための修行を行う。またその旅行途中に、ベルリンで同時代の様々な著名人と信仰を結んだ。8ヶ月間を過ごしたバースではまた、批評的調査によって、分筆業の端緒を開いた。1764年に、 中理費に戻った後、様々な団体を設立し、また最初の重要な著作群を出版した。七百六十九年に、バイゼンハウス教会の出七百七十五年に、同牧師、七百七十八年に、セーペーター教会の出七百八十六年に、同牧師となった。七百六十九年、ラバーターは、シャルル・ボネの著作をドイツ語に翻訳し、 これに対する反論ないしキリスト教への改修をさせることを意図してメンデルスゾーンにこれを捧げた。これによってメンデルスゾーンとラバーターの間で書簡による論争が始まり、この成り行きはヨーロッパ中の学者から注目を受けた。この論争中、ラバーターは法律家、神学者のヨハンバルタザール・ケルベルから指示を受けている。年、ラーン旅行にて、 ゲーテ、ヨハン・ベルンハルト・バゼドウ、ヨハン・ゲルハルト・ハーゼンカンプラと知り合う。この時の旅行中に、ゲーテ、バゼドウ、ラバーターの三人で撮った、食事のことを歌った、ゲーテの歌は、後に、ゲーテの自伝、使徒真実でも引用されよく知られた仕となった。またこの旅行に同行した、ルートヴィヒスブルク出身の画家、同伴画家のゲオルク・フリードリッヒシュモールは、この旅行中に描いた、 多数の肖像画をラバーターの感想学断片のために同伴画に仕上げた。聖ペーター教会にあるラバーターの墓。1786年、ラバーターはブレーメンの聖アンスガリウス教会の説教者に任命された後、同地への旅行を行った。ラバーターはその地位を拒否して、チューリヒの牧師の地位に泊まったにもかかわらず、旅行中及びブレーメンでは熱烈な歓迎を受けた。 1793年には、デンマークの外務大臣、アンドレアス・ペーター・フォン・ベルンストルフの将兵で、コッペンハーゲンへの旅行を行った。ラバーターの晩年の数年間の生活は、その大部分が政治的な出来事によって決定づけられることとなった。ラバーターは、フランス革命の影響に対して批判的立場を取り、スイスへのフランス軍進駐に対して強い批判を行ったため、 ヘルベティア共和国政府から、ロシア、オーストリアとの密通の疑いをかけられたのである。1799年5月16日、ラバーターは逮捕され、バーゼルへ降印された。6月10日に解放され、チューリヒに戻ることができたが、同年9月26日、アンドレ・マッセナの侵略の際に、ラバーターは、路上の傷ついた兵士を助け、その際に、敵兵の銃弾に撃たれた。 15ヶ月後、ラバーターはこの時の傷が元で死去した。ラバーターのシルエット。ラバーターは顔立ちや体型を元にその人の性格を知ることができることを説いた感想学断片によってその名を知られている。ラバーターの感想学の理論は同時大臣によって盛んな議論の対象となっており、ゲーテ、ビルヘルム・フォン・フンボルト、ゲオルク・クリストフ・リヒテンベルクなどから関心が寄せられた。 また彼の感想学の理論は18世紀後半のドイツ社会にシルエットの流行をもたらした。このほかラバーターにはスイス歌曲永遠の見込み秘密の日記。彼自身の観察者による彼自身の観察者による日記からの断片、神学的著作のポンティウスピラトス。さらに彼は多数の出版された説教に加えて救世主イエス。 アリマタヤのヨセフなどのいくつかの宗教的常司史及び宗教的劇作、アブラハムと遺作によっても知られている。チューリヒの独立都市の一角にはラバーターの名を冠した通り及び学者がある。1954年にはウィーンのドナウシュタットの通りがラバーター通りと名付けられた。また、小惑星ラバーターは彼の名にちなむ。ヨハン・キャスパー・ラバテア。 ヨハン・キャスパー・ラバターズズ・イン・チェリフト・デア・ボネタス・ケン、フィロッサフィス・ケン・ンターズ・カング・デア・ビワイズ・フュア・ダズ、クリスントム・アンヘン、モージズ・メンデルス・ゾーン・イン・ベルリン、チューリヒ1769、モージズ・メンデルス・ゾーン、シュレイベン・アンデンヘン・ダイアッコナス・ラバテアズ・ズルッチ、ベルリン1769、ヨハン・キャスパー・ラバテア、アントバト・アンデンヘン、 モージズ・メンデルス・ゾーンズ・ベルリン、ベルリン・ウント・シュテティーン1770、ダース、ザ・バイツ・シュレイ・ベン・アンヘン、モージズ・メンデルス・ゾーン・イン・サンダー・ハイト・ウーバーデン、イアマリジェン・メンデルソー・ニション・ディーザーマス、ウーバー・ダズ・メンデルソー・ニ・シャケンズ・カン・アイナー、オーファン・バラング、ウント・カース・リック・ウーバーダイ・クロブ・ワード・ギー・キッド・デア、エファン・エリション・ゲシヒテ、アンドリア、フランクフルト・エー・エメイン1七7 7 0カール・ビトル、 デアバームタ HR ドクトメスマー1734から1815アウフザイネンシュパーレン AM ボデンセイ,イムトゥアグオウントインデアマークグラフシャフトバーデンミットイニゲンネウエンビドラーガンツアーメスマーファースチャンオーガストファイオールバッチドラカウントバーラグズベッチハンドランバーディングン 1939S12 池内治、ゲーテさんこんばんは終映者2001年 50から51ページ、ありがとうございます。